随急八幡神社兵庫県神戸市たるみ区にある神社。るみの薬人さんと呼ばれ、毎年1月18日から20日にかけての薬人祭には多くの参拝者でにぎわう。通称るみ役余け八幡神社。神宮古豪を主催神に、王神天皇、姫大臣、天馬大臣、荒尾三上、豊大皇を廃止する。創始年代は不詳であるが、 タルミの古社である海神社が主祭神,神神宮皇后の祭祀により創始されたと伝えられており、そのゆえんから王子より祀られていたと資料される。現存する最も古い記録によれば、文政六年の元社殿が造営された際に奉納された胸札の裏書きに、A67 公子年授上等文政六キビ年まで二百六十年至りの上等より、 文政六年まで二百六十年に至ると、記されている。一方、その胸札には、珍珠の西るみ村だけではなく、るみの各村の章や、年寄りの記名があり、また、赤市藩藩主、小笠原忠真の家老、市川宗介、原陽江門の両名からなる騎士安土城付けに、るみ号山田宮と記されていることから、るみの各村、赤市藩からあがめられ、 たるみの八幡宮として祀られてきたことが伺える。もともとは、矢羽ネ殿の神、農耕の神として、たるみの田畑が見渡せる、現在の場所に祀られていたが、中世に入り、薬よけ海運の神として、数計を集め、毎年、正月18日、19日に、薬人祭を行うようになった。そして、たるみの薬人さん、薬よけ八幡さんと呼ばれるようになり、 現在も薬除け海運、健康長寿、家内安全を祈る祭りとして受け継がれている。昭和6年に、菅原道真公、公人、豊臣秀吉公を祭る、随級者を講師し、名称を薬除けああ神社から随級八幡神社と変更、現在に至る。ありがとうございます。